これで最後にさせていただきます。最後の曲は、優しさに変えていけたらという曲です。よろしくお願いします。誹謗中傷ってなくならんなってそう思ってこの曲を作りました。ちょっとはヒントになるんじゃないかなって思ってますんで、どうぞ受け取ってください。よろしくお願いします。優しさに変えていけたら。言葉が今人を殺めた嘘みたいな本当の話さ、お世の中ってるよって強がってみてもどうしてだろう、突き刺さって離れない大切なはずの命はこんなにも簡単に捨ててしまえるか、泣いたっていいんだよ、言えたっていいんだよ、僕らはそんなに強くないからさ、強くないからさ、この痛みは優しさに変えて生きるはずさ、だから一つだけ綴ったんですけど、2番以降は加害者に向けて綴った歌詞になります。そんな感じで聴いてもらえると嬉しいなと思います。言葉が今人を殺めた嘘みたいな本当の話さ、言葉で今人を殺めた、食らったりしてどうしようもなくて酒なくなって、人を下げてまで自分を保とうとしたんだよな、なんとなくわかるぜ、誰だってそうだよ、人間っていつも自分のことだけで精一杯だから、自分の弱さと向き合えた時に変えていけたらという曲でした。ありがとうございました。この曲をもちまして、グサオの路上ライブ、金山路上ライブ終了したいと思います。また、遊びに行くので、よかったら SNS で、動向をチェックしていただけると嬉しいです。今後もグサオよろしくお願いします。